はい、MPF チャンネルです。今回インドネシアホンダ製 CRF150L が入荷しましたのでちょっと見てみたいと思います国内販売されている CRF250L に大変似ているデザインですが車重は比較して2 2キロほど軽いモデルになりますフルサイズのオフロードモデルですのでリアタイヤは4.10の18、A、リムはエキセルのアルミリムが装備されていますミッションは5速リターン エンジンの方はスタックしてもラジエーターの吹くことのない、フォーサイクル空冷 SOHC2 バルブエンジンです。排ガス規制の絡みもあるのでしょうが、13馬力とね、えー、ちょっとスペック上では非力ですが、以前販売されてましたコンペモデル、競技用モデルのですね、CRF150F ですね、こちらのモデルとエンジンパーツに通ってますので、いろいろと触って遊べそうです。 燃料タンク容量は7.2リットル、インジェクションですのでね、リザーブありませんが、燃料系がメーターに表示されます。フロントフォークは昭和製の37イ倒立フォーク、フロントブレーキは一般的なディスクブレーキですが、ウェーブディスクは標準装備されています。ヘッドライトはマルチリフレクターで、HS1 の35の35ワットですが、最近流行りの純正 LED よりは明るいような気がします。 フロントタイヤは2.75の21インチ。前後とも種類は、ね、いろいろありますので、タイヤの選択には困らないと思います。シート高は869ミリ。2人乗り用の乗車装置もついていますので、2人乗り可能です。フロントリムもエキセルのアルミリムが装備されています。前後とも、ね、ビートストッパー穴はありませんので、ビートストッパー取り付ける際は穴開き加工が必要です。 再びエンジンですが、スターターはセルとキック、両方が標準装備されています。燃料供給装置はフューエルインジェクションシステムとなっています。リアブレーキですが、こちらもフロント同様、ディスクブレーキが装備されています。でディスクローターの形状は、ね、ウェーブディスクとなっています。オフロード走行も楽しめますので、よく擦れるフレームの側面にはフレームガードも、ね、オプションで販売されています。マフラーも社外品で軽量なものが出ています。 リアキャリアも装備できますので、トップケース等もね、装着可能です。それではね、ハンドルスイッチ周りを見てみましょう。一般的なスイッチの並びと変わりなく、ヘッドライト切り替えスイッチのロービーム側を押すとパッシングとなっています。それではね、仮組みされていますので、エンジンの方を始動してみたいと思います。 その前にメーターの表示の切り替えを見ておきたいと思いますがオドメーター、トリップ A、B の切り替えで、えー、時計大好きな方、残念ながらクロック表示はございません。 トーカ類の作動と視認性を見てみたいと思います。 最後にマニアックな傾けに、えー、サイドスタンドの跳ね上げ角度とエンジン下のクリアランスどれくらいあるか見ていただきたいと思います。ごご視聴ありがとうございました。